って何？あの、はかりのことで。はかり？誰それ？ほら、よく俺と一緒に昼飯食ってる。ああ、いつもカレーばっか食べてる人。そう、そのはかりのことなんですけど。え、何？喧嘩でもしたの？いや、そうじゃなくて、もしかしたらあいつ。ん？宇宙人かもしれないんです。始まりは2週間前のことだった。赤星。はかり？なんだよ、お前授業出てなかったろ。これから時間ある？ゲーセンなら行かねえぞ。最高得点振り切ってマシン壊すかありえねえし。赤星、魔法陣書くの手伝ってくれ。魔法陣1週間で学食を終わるから。ったく、こんなことしてよ、お前って何がやりたいんだよ。必要なんだ。ほら、お前ら何やってる。やばい、ハカリ逃げるぞ。ハカリ、お前が急にいなくなったせいで俺があの魔法陣について説明しなきゃならなくなったんだぞ。なんて言ったんだ。いや、それがさ、説明しようと思ったらあったはずの魔法陣がなくなってて、うまく機能しているというわけか。ところで、あの変なお願いは何だったんだ。それなんだけどさ、まだ頼みがあるんだ。ああ、まあいいけど。それじゃあ手始めに。お前の髪と爪をくれないか。トカゲの尻尾があと10本欲しいんだ。ネズミの死体って持ってたりする？山にキノコ取りに行こう。蛇の抜け殻ってどこにあるかな。たく、こんなん一体何に使うんだよ。どうした？ああ、これお前が欲しがってたやつ持ってきたぞ。あら、ありがとう、赤星、持ってきてくれて。ああ、それじゃあ俺はこれで。またな。また頼みがあるんだ。これで最後だよ。っていうのがあって。あんたバカなの。宇宙人なんかいるわけないでしょ。赤星出た。赤星来てほしい。今？いやいや、ご自由にして。ちょっと人目なし。別に宇宙人でもなさそうね。なんだよ、その姿。これが僕の本当の姿だよ。それに、お前、帰るってどこにだよ。
遠い遠い銀河の果てにある故郷さ。元気でな、赤星。いや、ちょっと待て。結局、あいつが宇宙人かどうかは分かりませんでしたけど、でも、まだ信じれないです。まさかずっと友達だった人がね。いや、でも、俺のことを信頼して頼ってきたってことは、それはすっごい俺は嬉しいです。じゃあさ、私も赤星君のお願い事していい？僕にですか？何でも言ってくださいよ。本当に？それじゃあ